はい。では、今日のポイ活はですね、笑うよいよいよ使ってみようかと思います。まだ笑うに登録して、いろいろとね、モッピーの方をちょっと換金作業したりとかしてるんですけども、初めてですね、こちらの笑うの方で、実際に申し込むのは、どれがいいかなと思ってるんですけども、私ね、このアメーバをちょっとね、見てみようかと思ってたんですよ、ずっと。ですんで、アメーバプレミアムを頼もうかなと。最初の14日間は0円でしょ?で、2ヶ月ぐらいは、月額利用料960円なんで、だからあれですね、おおむね、1700ポイント、じゃない、1700円分の17000ポイントもらえるってことは、2ヶ月間はタダで使えると感じていいんですよね。ということは、今日申し込むと、今日何日だ ?22 日なんで、1月、2月、3月の20日ぐらいに解約すればいいんですね。これをカレンダーに書いていこうと思います。じゃあ、こちらの方をクリックして、これを、ポイントを貯めるっていうところでね、この下の方にありますけども、これで申し込めばいいということだと思います。あららら、なくなっちゃった。下の方にね、ポイントを貯めるところがあるんですよ。ちょっとすいません、見えないですけども。今押しました。そうするとアメーバってのが出て、で、なんだ?これでエントリーできるんでしょう。結構時間かかりますね。今ね、丸いのがぐるぐる右下で回って、ウェイトの状態入ってます。あ、なるほどね。まずは2週間無料体験。じゃあ、ここにメールアドレスを入れて、あら。こうですね。私のメールアドレス入れて、登録すると。で、パスワードを入れてと。で、送信するでいいですか?承認コードがメールアドレスのところに届きますんで、メールボックスを開けます。メールボックス届いてます。承認コードが、今回は262779なんで、それを入れて、これで、完了ということで、いいんじゃないですか、これで。あとはクレジットカード情報を入れるということなんですけども、初回登録なら2週間無料ですから、2週間無料にさせていただいて、それから、無料体験終了後から、960円がかかるということですよね。はい、了解しました。じゃあ、あとクレジットカードを登録してね、アメーバ、プレミアムで楽しませていただきます。今回は以上です。ありがとうございました。はい、登録が完了しました。そうするとですね、2月5日に無料体験が終了になりますよって書いてますよね。そして解約する場合は、更新日時の24時間前までに解約してくださいってことなんで、1日2日、早く解約した方が良さそうですね。なるほどね。アメーバプレミアムの限定機能を紹介って書いてますんで、クリックしてみます。そうすると、ちょっと遅いですね。5つのメリット。すべての作品が見放題。別に見たいのないな。広告なしでビデオをすぐ再生。なるほど。放送中でも最初から見れるし、ダウンロードで、通信料ほぼゼロに。あ、ダウンロードもできるんだ。なるほどね。なんかアメーバで見たい番組あるかな?あなたに会ったのはここか。男性か。よし。どうだ?ああ、なるほどね。コイン出てくるんだ。いいじゃないですか。これから2ヶ月ぐらいは見させてもらおうかと思うんですけども、ポイントでね、有料の部分は多分クリアできると思うんで、その辺ですかね。映画なんかあるかな?なるほどね。愛ロボットなんていいじゃないですか。こうやっていろいろ出てくるんで、これからね、私がこうやって悩みながら見てるのをご覧いただいてもしょうがないと思うんで、これから映画の方を楽しませてもらいます。で、こちらの方。笑うの方にポイントが反映されるのはいつかなってとこですね。あ、現在のポイント入ってるじゃん。39,000 ポイント。3,900 円分も入ってる。やったな。ポイント通帳ちょっと見てみましょうか。あ、紹介がこんなに入ってるんだ。ありがとうございます、皆さん。紹介がいただきました。これからね、皆さんにどうやったらポイントが上がっていくかを、これから一個一個ね、やっていきますんで、説明しながらね。よろしかったら、下の動画のリンクから紹介、ぜひね、私の方からしてください。そうすると、今、13名の方が、入ってくださったんですね。ありがとうございます。本当にね、皆さんのお役に立てるように、今日とりあえず1軒目やりましたけども、これからもね、2軒目、3軒目とリアルでやっていきますんで、一緒にこれでね、ポイント上げていきましょう。儲けていきましょう。はい、ありがとうございます。失礼します。